ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今日は世にも神秘的な世界の生物5000を紹介するぜ。生物とは特にキリスト教のカトリック教会において、聖人が残したもののことを指すことが多い。例えば聖人の遺骨や体の一部のミイラ、生前身につけていた服飾品などだな。後世の人々にとって、大切な信仰対象になることもあるのよね。今日はそうした生物だけでなく、聖なる力や祈りが込められた世界のスポットも含めて紹介していくぜ。どんな場所が登場するのか楽しみだわ。それでは今日もゆっくりしていってね。今日最初に紹介する神秘的な生物は、エボラのサンフランシスコ教会の人骨堂だ。ポルトガルのエボラ歴史地区に位置する教会に付属した施設だぜ。人骨堂って聞き馴染みがない言葉だけど、人の骨が収められている納骨堂的な感じかしら？まあ大体合っているんだが、きちんと収まっているかというと怪しいな。どういうこと？サンフランシスコ教会の人骨堂は、壁や柱を人骨が覆い尽くしているんだ。わあ。って、こんな偽物の骨で驚かせようたってそうはいかないわ。これは本物の人骨だぜ。わあ。霊夢が落ち着くまで、まずはエボラ歴史地区について簡単に紹介するとしよう。エボラ歴史地区とは、世界遺産にも指定されているポルトガル南東部の旧市街地だ。古くはローマ帝国の時代から栄えていて、城壁に囲まれた歴史ある町だぜ。2世紀の神殿の遺跡から、12、13世紀頃のロマネスク様式や初期ゴシック建築の様子が伺える大聖堂。そしてサンフランシスコ教会のような16世紀の建築など、幅広い時代の歴史が残る町だ。日本とも関わりがあり、1584年に伊藤満書や知事はミゲルなどで知られる。天正遣欧使節がこの地を訪れ、賛美歌を聞いたという。マリサってば、なんてものを見せるのよ。そしてこちらが今日の主役のサンフランシスコ教会の人骨堂。外見は至って普通の教会だが、中に入って通路を進むと、その壁にはびっしりと人骨が埋め込まれているぜ。キャー、おう、起きたかレイム。今まさに再び倒れそうよ。そんなに怖がらなくてもいいと思うぜ。まあ確かに、こんなにびっしりと埋め込まれていたらだんだん見慣れてきたかも。壁だけでなく天井の屋根にも、アーチに沿うように頭蓋骨が配置されているぜ。とてもおしゃれだな。そうね。壁に埋め込まれているのは大腿骨などの大きな骨が多いが、柱の角になる部分には頭蓋骨が使われているのがポイントだと思うぜ。どうして？柱の角に小指が当たっても痛くなさそうだからだ。その前にバチが当たりそうだけど、人骨堂の内部には人骨の他にも、ところどころにミイラが安置されているぜ。ひぃ？そう。それにしてもこんなにたくさんの骨、一体どこから集めたの？人骨堂には約5000人分の人骨が使用されているという。当時大流行したペストの犠牲者や、戦争で命を落とした人々の骨が集まっているぜ。集まったというより、集めたという表現の方が正しいかもしれないな。どういうこと？この人骨堂はサンフランシスコ会の修道士によって17世紀頃建てられた。人骨はそれに合わせて墓から掘り返されたものだと言われているぜ。しかし修道士たちも意味もなく人骨を埋め込んだわけではない。これはメメントモリ、死は誰にでも訪れるという教えを表現しているんだぜ。死は誰にでも訪れる、ねえ。人骨堂の入り口には私たち骨はあなたを待っているという、人骨からの粋なメッセージも刻まれている。霊夢もこの骨たちに仲間入りする日が、楽しみだと思わないか？思わないわよ。神秘的な世界の生物、二つ目はセドレツ納骨堂だ。これはチェコの首都プラハから70キロ離れた場所に位置する、コトナーホラ近郊のセドレツにある納骨堂だぜ。次はきっと、厳かで神秘的な納骨堂を紹介してくれるのね。さっきのエボラの人骨堂はあまりにも衝撃的だったもの。衝撃度ならエボラの人骨堂を上回るかもしれないぜ。どういうこと？これがセドレツ納骨堂だ。なにこれ？骸骨のシャンデリア。これが世にも珍しい人骨で装飾された、セドレツ納骨堂。その特徴から骨の教会や骸骨教会とも呼ばれている。4万人の人骨を保管し、そのうち1万人分の人骨を使用して礼拝堂内が飾られているぜ。4万人の人骨。どうしてそんなにたくさんの骨が？セドレツ納骨堂には納骨希望者が殺到したからだ。エボラの人骨堂と同じように、当時ペストの流行があり、数万人単位の犠牲者が出てしまった。人が死ねばその骨を収める場所が必要になるんだぜ。それはそうね。しかしセドレツ納骨堂には、納骨希望者が殺到した別の理由も存在する。積極的にこの納骨堂に収められたいという人が大勢いたの？ああ、そうだぜ。13世紀、当時の修道院長が聖地エルサレムを訪れた。そしてゴルゴダの丘から土を持ち帰り、セドレツの修道院の墓地に撒いたんだ。ゴルゴダの丘って？新約聖書でイエス・キリストが十字架に貼り付けにされた場所のことだ。キリスト教徒にとって重要な聖地の一つだな。甲子園の土を持ち帰るみたいなものかしら。
するとチェコに聖地エルサレムの土がやってきたと、セドレツの修道院は大人気になるぜ。遠いエルサレムの地を訪れなくても、近場の修道院で聖地を感じることができるのだからな。地元の信者にとっては喜ばしいことね。ああ、そうだ。そしてセドレツに埋葬や納骨を望む者が、後を絶たないという状況になったぜ。たくさんの人骨がセドレツの教会に集まった理由は理解できたわ。でも一体どうしたらその骨を飾ろうと思うのよ。骸骨のシャンデリアだの、骸骨の十字架だの、骸骨の塔や骸骨の食台、骸骨タワーもあるぜ。エボラの人骨堂よりももっと罰当たりな感じがするわ。実はセドレツ納骨堂も当初は、納骨数が多いだけの至って普通の納骨堂だったという。え、そうなの？19世紀に入ってセドレツの教会を、シュバルツェンベルク家が購入することになった。そしてチェコの木彫師であったリントという人物に、教会の人骨を使って装飾するよう依頼したんだぜ。依頼を出す方もすごいけど、その依頼を受けた木彫師もすごいわ。ちなみに教会にはシュバルツェンベルク家の紋章が、人骨で作られて飾られている。本来の紋章には人の頭をつつくカラスが描かれているのだが、それも見事に表現されているぜ。まあ、人の頭は選び放題でしょうね。ちなみに制作者の名前も骨を並べて、しっかり残されている。アルファベットまで人骨だなんて、徹底してるわ。シュバルツェンベルク家の人も、一体どうして人骨で装飾なんて依頼を出したのかしら？これもまたエボラの人骨堂と同じように、メメントモリの教えを人々に伝える狙いがあるぜ。さっきも言ってたけど、そのメメントモリって何なのよ？死を忘れるなという意味のラテン語だ。死は誰にでも訪れる未来。死を意識することで、生きている今を大切にできる、というメッセージが込められているぜ。この納骨堂を訪れた人は、大なり小なりそれぞれ死を意識することになるだろう。確かに、嫌がおうでも死や死んだ後のことを考えるかも。だから納骨堂の人骨による装飾は単なるアートでも、脅かしでもないんだ。もしも骨になった後シャンデリアになるなんて、まさに死んでもごめんだと思ったけど、自分の骨を見た誰かが人生を見つめ直すきっかけになるなら、シャンデリアになった甲斐もあるわね。そして納骨堂の装飾を担当したリントの技術には目を見張るものがある。人骨の部位ごとの特徴や、その人骨の個体差を生かした装飾になっているんだぜ。しっかり一人一人の骨と向き合って、それぞれのオブジェが作られているように感じるわ。ああ、そう思うぜ。セドレツ納骨堂の各種装飾や人骨オブジェはアートではないと言ったが、その完成度は文字通り、この世のものとは思えない最高の芸術になっている。まあこの世のものではない材料で装飾しているわけだしね。壁にぎっしり詰まった人骨を見てみたい人は、ポルトガルのサンフランシスコ教会の人骨堂を、シャンデリアになった人骨を見てみたい人は、チェコのセドレツ納骨堂をおすすめするぜ。どんなアドバイスよ。神秘的な世界の生物、三つ目はダンビー岩上のフェアリーフラッグだ。フェアリーフラッグとはその名の通り、妖精の旗。旗というか、随分ボロボロの布のようだけど、長い年月を経て繊維組織に劣化が生じているようだ。それだけこの旗には歴史があるのね。フェアリーフラッグがあるのは、スコットランドの西海岸のスカイ島にあるダンビー岩上。フェアリーフラッグ以外にはダンベガンカップやサーローリーモーのホーンなどの宝物が有名だ。フェアリーフラッグの材質は絹で、色は全体的に色あせて茶色がかっている。45センチの正方形に近い形で、ところどころ破れてしまっているぜ。一体どれくらい古いものなの？一説には4世紀頃の絹だと言われている。1700年以上も前の旗だっていうの。それは破れていても仕方ないわ。マクラウド家という由緒正しい家に伝わる家宝の一つなんだぜ。フェアリーフラッグって名前だけど、何か妖精が関係していたりするのかしら。もともとはマクラウド家に生まれた幼い子供への、妖精からの贈り物という言い伝えがある。へぇ、素敵な言い伝えね。他には十字軍遠征の際に聖地で手に入れたとする説もある。そしてフェアリーフラッグの由来についてはもう一つ、言い伝えがあるぜ。もう一つの言い伝え？昔々のマクラウド家の族長には妖精の恋人がいたという。ある時二人は離れ離れになってしまった。ああ、切ない話。別れの時妖精は恋人であるマクラウド家の族長に、不思議な力を持つ旗を渡した。この旗こそがフェアリーフラッグなんだぜ。恋人への贈り物だったのね。フェアリーフラッグはただの旗ではなく、いろいろな力を秘めているという。どんな力が秘められているの？例えば軍事力を強くする力や民の命を救う力、家畜の病気を治す力など、マクラウド家の繁栄を願う力が込められている。そして代々マクラウド家の長男だけがこの旗を掲げることができるんだぜ。最強のチートアイテムをゲットしているじゃない。マクラウド家が全世界を掌握する日も近いわね。しかしこの旗は完全なチートアイテムというわけではない。簡単に言うと3回の回数制限があったんだ。3回しか力を使えないの？そういうことだぜ。チートアイテムなんてそう簡単に存在しないのね。ということはこの旗にはもう力がなかったりして、
過去に戦いのピンチを切り抜けるために2度ほど使用されているようだ。1回目は1490年、2回目は1520年頃。いずれもマクラウド軍が敗北する、というまさに危機的状況でフェアリーフラッグが掲げられた。すると戦況は一変、マクラウド軍は勝利を収めることができたそうだ。旗を掲げるだけで逆転勝利しちゃうなんて、どういう仕組みなの？代々大切にしてきた家宝の旗を掲げることで、家臣の士気が高まる効果はあるかもしれないぜ。確かに、家宝が戦場にあると思うと心強いかも。いずれにせよ、現在も旗の不思議な力は1回分は残っている計算になる。それは安心したわ。1938年にダンディガン城が火災に見舞われた際、この旗の力で火が弱まったとも言われているぜ。もしフェアリーフラッグがなかったら、城は全焼していたかもしれないな。フェアリーフラッグ様々ね。第二次世界大戦時にマクラウド・イエニエンガール軍人は、フェアリーフラッグの写真をお守りにしていたとか。見た目はボロボロのただの布だから、最初は謎の力があるなんて思いもしなかったけど、本当に不思議な力を秘めているかもしれないのね。ああ、これからもマクラウド家を守っていってほしいぜ。神秘的な世界の生物、四つ目はサラゴサの聖バレリウスだ。聖バレリウスは3世紀後半から4世紀前半にかけて活躍した人物だぜ。彼は町の教会でキリスト教の布教を務め、町の人々に洗礼を行っていた。しかしディオクレティアヌス帝時代のキリスト教徒迫害によって殉教してしまう。聖バレリウスは何か悪いことをしたの？いや、彼自身は何も悪事を働いてはいなかっただろう。キリスト教の教えを守り、それを布教していただけだ。しかしディオクレティアヌス帝は、それを良しとしなかったんだぜ。彼はキリスト教を徹底的に弾圧。自らへの皇帝崇拝とローマの神々への信仰をキリスト教徒に強要した。とんでもない皇帝がいたものね。教会の財産は没収、キリスト教の書物は全て焼かれ、キリスト教徒の処刑や暗殺が行われた。聖バレリウスもこの迫害の犠牲になった一人なんだぜ。確か聖バレリウスは聖人なのよね。キリスト教ではこうした迫害の犠牲で命を落とした者を殉教者とした。そして殉教者は神と人間を仲介できる聖人という位置づけで、多くの人々に祈られる対象になるんだ。なるほど。後にバレリウスのものと思われる遺骨が発見される。その遺骨の周りは、金や銀などの鮮やかな宝石たちで彩られていたぜ。きっとその宝石には聖バレリウスを思う、後世の人々の気持ちが込められているのね。神秘的な世界の生物、最後に紹介するのはブッダの歯だ。レプリカじゃなくて本物の歯？スリランカのキャンディの寺院に保管されている、正真正銘本物のブッダの歯だぜ。どうして歯だけがお寺にあるのかしら？そこも含めて、詳しく見ていこう。仏教の開祖であるブッダ。断食を中心とした供養を行いながら、インドの各地を巡る旅をしていた。彼は厳しい旅の途中で体調を崩していて、ある日食事で出されたキノコに当たってしまう。体調悪い時って胃腸が弱るものね。そして腹痛や高熱に襲われ、そのまま人生の終焉を迎えるぜ。ブッダが入滅した後、その肉体は火葬されることになる。そして遺骨は8分割されてインド各地に散らばることになるぜ。つまりブッダの歯というのも、その時分けられたうちの一つだったかもしれないわね。でもどうしてインドで分けられたものがスリランカにあるのかしら？それは4世紀のインドのカリンガ王国の王による、敵国からブッダの歯を守るための策と考えられているぜ。この頃にインドからスリランカのシンハラ王朝、アヌラーダプラにもたらされたという。そして神秘的な力を持つ生物として、王都で大切に祀られることになった。それからシンハラ王朝の王都が移動するたびに、ブッダの歯も一緒に移動していったぜ。現在キャンディの町にあるのは、ここがシンハラ王朝の最後の首都というわけだな。ブッダの歯と共に町は発展していったのね。ブッダの歯が収められているのは、キャンディにあるダラダーマーリガーワ寺院。別名は仏師寺だ。ネーミングがわかりやすくていいわね。歯は金色の鐘のような形をした容器の中に入っている。この容器が祭壇に収められ、1日3回見ることができるぜ。仏師寺は1988年に聖地キャンディとして、世界遺産にも登録されている。余談だがブッダは40本の歯が生えていたという伝説があるぜ。普通は何本くらい生えるものなの？一般的に聖人の歯は32本生えてくる。8本も記録を更新してくるなんて、さすがブッダだわ。どういう口の中の構造をしていたのか気になるところね。さて今日紹介したブッダの歯をはじめとする、ブッダの遺骨や遺髪を収めた入れ物のことをブッシャリと呼ぶぜ。全世界にはたくさんのブッシャリが存在しているが、その中に本物のブッダの骨や歯、髪の毛が収められているものは少ない。それじゃあ遺骨の代わりに何が入っているの？多いのは宝石類だな。ちなみに日本で本物が収められている、と言われている寺院は1箇所だけ存在する。国内にはあれだけお寺があるのに、1箇所しかないの？ああ、それが愛知県名古屋市にある日体寺だ。日体寺にある仏舎利の中には、本物のブッダの遺骨が存在しているぜ。
どうして名古屋のお寺にブッダの骨が？お寺といえば京都や奈良のイメージがあるけど、実は日本で一番寺院の数が多いのは愛知県なんだぜ。そうだったの。愛知県内の寺院の数はなんと4550箇所を超える。2位の大阪府が3380箇所ほどだから、その多さは明らかだろう。圧倒的ね。そんな寺院大国の愛知に存在する、本物の仏舎利を有するレアな寺院である日体寺。他の寺院とはさらに違った特徴があるのだが、何かわかるだろうか。京都の金ピカの金閣寺に対抗して、虹色に輝くお寺とか？外観は普通のお寺だな。正解は、宗派が長宗派であることだ。長宗派。かっこいい響きだけど、何のこと？読んで字のごとく、宗派を超える宗派。日体寺はどの宗派にも属していないんだ。そんなことありえるの？それじゃあお寺の管理は誰がするのかしら？各宗派が交代で管理している。なるほどね。どういう経緯で日体寺にブッダの遺骨がやってきたの？タイの国王が、日本とタイの友好の証として送ってくれたんだ。だから日体寺という寺院の名前の碑は日本を、タイはタイを表しているぜ。生物であるブッダの骨は、どの時代、どの国でもとても大切にされているのね。以上、世にも神秘的な世界の生物5選をお送りしたぜ。印象的な生物やスポットはあっただろうか？今日紹介してもらった生物はどれも後世の人々の祈りが感じられて素敵だったわ。ただやっぱり骸骨教会の衝撃はすごかったわね。ポルトガルとチェコの脳骨堂だな。本物の人骨で装飾された脳骨堂が1箇所あるってだけで腰が抜けるほど驚いたのに、この地球上に2箇所もあるってどういうこと？世界中探せばもっとあるかもしれないな。さ、探さなくていいからね。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。